今回の怪談解釈は、僕がですね、以前住んでいた町で体験した、今より前、2個前のお家ですね、のあたりで体験した、ちょっと奇妙な体験をお話ししたいと思います。これは今回初めてお話しします。ついている店員。その町でですね、スーパーマーケットが、駅前あたりにしかなかったんですよ。で、僕の家は駅から歩いて30分ぐらいだったんです。遠いですよね。駅から歩いて30分ぐらいのところで、正直ね、完全な住宅街なんですよ、そのあたりっていうのが。個人でやっている飲食店とかっていうのは何軒かあったりしたんですけれども、基本的にはですね、スーパーマーケットとかが全然なかったんですよ。なので、電車を降りて、その辺で買っていってっていうことしか買い物っていうのができないわけですよね。駅で買い物して、そのまんまそれを持って帰るっていう行動。これを取るしかなかった。なんですけれども、やはりですね、家にいるとちょっとあれ食べたいな、これ食べたいなっていう突発的に食べたいものが出てきたりとか、それこそその当時一人暮らしをしていた時っていうのは、料理するのも嫌いではなかったんですよね。気分屋なもんで一人っ子の、たまにはこういうの料理作りたいなっていう風なことがあったりしている時があったんですよ、一人でいる時に。で、駅まで行くのがちょっとめんどくさいと、どうしようかなということで、スーパーマーケットこの辺にないかなと言って探し回ったんですよね、 Google で。そしたらあるっぽいぞということが途中で分かったんです。あるっぽいぞってどういうことかっていうと、ネットに載ってないスーパーなんですよ。スーパーおにゃららみたいな、個人がやっているような、すごい田舎町にちょっと存在しているようなスーパーですよね。僕もその都会に住んでるわけじゃなかったんですけど、そういったちょっと個人経営なスーパーマーケットっていうのが見つかったので、ちょっと行ってみるか、やってるかやってないかわかんないけれども、ということで、ガーッとチャリンコで行ったんですよね。行ったらあったんですよ。おー、スーパーマーケットだ。規模は小さい。確かに駅中にあるやつよりは全然狭いけれども、でも生鮮食品があって、十分食べ物を買い揃えるには、もう立派なスーパーマーケットだ。助かったということで、自分の家の比較的近くに見つけられたから、ここならチャリンコでピュッと来れるし十分だぞということで、そこで買い物を頻繁に行うようになったんですよ。ところがですね、ここのスーパー一人ですね、全然仕事ができない女性がいたんですよ。年でいうところの50代後半か60いってないぐらいの女性ですかね。その方がですね、本当に目に見えてものすごく仕事ができないんですよね。品出しも遅いし、ボックスみたいの持ったまんま、うろちょろ店内もあって、全然その出すべき品があるところにたどり着かないんですよ。あれっていうね。で、レジもびっくりするぐらい遅いんですよ。出すでしょ、カゴでバンって出すと。いらっしゃいませ、はい、ピッ。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 こんなペースなんですよね。働いたばっかりだったらちょっとはわかるけど、ある程度ずっといたらさ、ピッピッぐらいのペースで行くようになるじゃないですか。僕もレジ打ちやってたからわかるけど、そんなに時間かかんないと思うけどなと。で、ましてやスーパーのレジって、言ってみればちょっと中高年の女性の人の方が圧倒的に仕事早いでしょ、若い子より。なのにすんごいゆっくりだなと思って、で、気にせずいたんですよ。で、ある時、レジに誰もいないけれども、商品バンって出したら、レジに誰か来るかなというふうに思って持って行ったんですよね。そうすると、そのね、作業の遅い女性が品出しのところから気がついてくれて、あ、今行きます。待ってください。って言って、でっていうペースで来たんですけど、そうすると、奥から、店長らしき人が、男の人ですね、180センチぐらいある男の人がヌンって出てきて、あ、いいよいいよ、まるまるさん、俺レジあるからって言って、はい、すいませんって言って、その人ピッピッピッってすごい早いんですよ。早い、よかったよかったと思って、早いに越したことはないのでと思ってて、見てたら、いや、いつもありがとうございますって言われて、あ、知ってくれてるんだと思って、あ、いやいや、こちらこそありがとうございますって、あの人ね、遅いでしょ、作業。すんごいゆっくりでしょって。だから僕がやった方が早いと思いましてね。って言って。あ、そうですね。全然遅くてもいいんですけどね。はい、優しいですね。昔はあんなじゃなかったんですけどね。
え？徐々に遅くなったってことですか？いやいやいや、なんかね、ずーっと働いてるんですよ、あの人。で、バーッと作業も早かったんですけど、ある日から突然ね、遅くなっちゃったんですよ。じゃあなんか、ちょっと病気じゃないですけど、どこか悪いとこがあっちゃったりしたんですかねって。いやいやいや、ここね、そういうのよくあるんですよ。あの人が、まあ、ちょっと作業が遅くなる前、その前もね、直前まで働いてた若い男の子が、ものすごい作業遅くて、まあ、その子はすごい短い期間で辞めちゃったんだけど、その前に働いてたパートの女性も、まあ、すんごい作業が遅くて、なんかね、作業が遅い人が抜けると、引き継ぐように残ってる誰かがすっごい作業遅くなるんですよ。だからね、まあそれを引き継いちゃったのかなーって感じなんですけど、まあもしかしたらまた新しく誰か入ってきてその人に移ったらあの人も元通りになるかもしれないですけどね。まあつきものがついたって感じなんですかね。僕には分かんないですけど、そんなことを店長さんがおっしゃっていたんです。で、そうなんですかっていう話を聞いていてちょっと気になってしまい、お会計をしている最中、カードで払っていて、バーっとレシートとかやっている最中、その作業の遅い女性をパッと振り返って見たんですよ。そうするとですね、薄ぼやけてはいるんですけれども、子供ぐらいの大きさの何かが取り付いていたんですね。ああ、あれかと。あれが、作業を遅くさせてるんだ。体を重くさせてしまってるんだ。ずーんと乗っかってしまって、すべてをゆっくりにさせてしまってるんだ。そういう風に感じたんですよ。領収書のお返しです。お待たせしました。あ、すいません。ありがとうございます。そう言って領収書受け取って荷物持って、まあ、バーッと帰ったんですよね。あの子供が、あの家で、まあ、亡くなってしまったのか、もしくは半妖怪的な存在でそこに居続けてしまっているのか、どっちなんだろうなぁと少し気になってしまって、まあ調べたんですよ。その土地っていうのが、そのスーパーがあったところで何かあったんじゃないかなって思ったら、もともとね、川だったとこだったんですよ。ずーっと、まあ真横にめちゃくちゃ細い川が通ってたんですけど、こんな細いね、ビャーって通ってたんですけど、その川が本当はもっと大きかったらしくて、そこにですね、まあ戦争中に、遺体が流されていた時期っていうのがあったらしいんですね。まあこれは東京都内のあらゆる川であった話なんですけど、多摩川とか。その川でもやはり流れてしまっていて、で、そこでですね、おそらく、まあ母親か父親か誰かにしがみついていた子供っていうのが、未だにその親から離れたくなくて、誰かにしがみつき続けているのではないかなというふうに、僕はその、乗っかっているだろう子供らしき何かを見た時に感じ取ったんですよ。ああ、そういう苦しみがあったのかなと。そしてやっぱ照らし合わせるとそういう歴史があったから、まあそういう状態が続いてしまっているのかなというふうになんとなく納得したんですよね。まあ悲しい存在だなというふうに思い、まあ改めてそのスーパーにバーッと行ったら、いらっしゃいませ、快活な声が聞こえて、あれと思ってみたら、いつもの作業の遅い女性がですね、すごいテキパキとお仕事をされていたんですよ。もう品出しもさ、さ、さとやっていて。まあ変な話なんですけど、口調も振り向く一個一個の所作、動作も全部が早いんですよ。あ、いらっしゃいませ、どうもって。あ、すっごい元気になってる。パッと見ると、その子供も取れている。よかったーというふうに思ってね、まあ安心したわけなんですけれども、それが終わって、まあちょっと買い物いろいろカゴに入れて、じゃあお会計しようかな、あの人レジ早くなってるのかなと思ったら、別の人を隣のレジでその女性がお会計やっていて、店長お願いしますっていうふうに言ったら、まあ以前接客してくれたその180センチぐらいの男性が奥からスーッと出てきたんですけれども、すごく遅かったんですよ。いらっしゃいませ。はい。ピッ、ピッ、ピッ。僕が最後にそのスーパーに行った時、その子供は店長さんについてしまっていました。もしね、新しくそこでバイトされる人、もしかすると店長さんの次にその子供を背負って仕事をすることになるのはあなたかもしれません。